フェルトのスパッツスパッツは靴の上から足首までを覆うことで靴に小石や雪が入るのを防ぐ多いである。アメリカ合衆国においてはスパッツは一般に19世紀から20世紀にかけて使われたが現在でもマーチングバンドの伝統的ユニフォームのアクセサリーであることが多い。フランスの不評体は1903年まで白い。 スパッツを更新と非番の際に着用していた。また、イタリアの兵士は明るい気化色のスパッツを1910年まで、日本軍は長い白のスパッツを日露戦争のあった1905年まで、つけていた。スパッツはまた、スコットランドのハイランドパイプバンドの衣装を特徴付けるものとして、民間、軍を問わずに残っている。現代でもロイヤルスコットランド連隊はユニフォームに、 スパッツを採用している。この連隊は2006年に全スコティッシュ連隊を編入したが、これらの連隊のほとんどがスパッツをつけていた。ズボンを履くローランド連隊のスパッツが靴の上だけであるのに対し、キルトを履くハイランド連隊のスパッツは、ふくらはぎの半分の高さに及んだ。インドとパキスタンの陸軍連隊の大部分では長い白のスパッツを、 ズボンの裾に入れて更新用の衣装とすることが多い。その他、スパッツを含むに大礼服に、フィンランド軍、ポルトガル共和国国家親衛隊、モナコの機銃兵、イタリアのモデナ軍学校のものがある。フィンランド海軍では、スパッツは、冬服の一部である。アメリカ海軍のオナーガードとライフルガードでも、式展示の制服となっている。 特定の業種では安全のためにスパッツを着用する。鋳造工場では、誘拐金属抽出作業者は溶けた金属から足を守るために、革のスパッツをつける。たとえ、小さなしぶきであっても、靴と足首の間に入れば、大火傷につながるためである。また、溶接工も、火花と金属のしぶきを防ぐために、革のスパッツをつけることがある。さらに、 チェーン操作業者もチェーンソーが誤って足に当たらないように革のスパッツをつけることがある。登山においても靴の中に砂や泥、小石、雨、雪が侵入するのを防ぐためにスパッツを装着する場合がある。ゴアテックスなどの防水透湿性素材性のものが多い。足首部分のみを覆うものをショートスパッツ、湿下まで覆うものをロングスパッツと称する。 日本国内でも海外製品が多く流通するようになった昨今ではアメリカや欧州、ニュージーランドなどで広く使われているゲーターという呼称も広まりつつある。日本ではゲーターズをゲートルと読むこともある。日本においては英語でレッギングと呼ばれている女性用の足の衣服もスパッツと呼ばれていたが2008年頃からファッション用語として レギンスと呼ばれていることが多くなり、丈の短い、主にスポーツ用のスパッツとは区別されている。ありがとうございます。